大様。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。金目のものってありました？珍しい鉱物や材木、敷物とか。まずは食料だ。それがなくては誰も戦を生き抜けぬぞ。ああ、もちろん食料も。ケンジ、食料と薬があるぞ。着物に、革に、絹に、材木、これで大勢救われる。ほら、来てよかったでしょう。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。小屋には何もありませんでしたよ。あるのはクズだけ。調べた方が良いな。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった？あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。どうした、どうした。うわー、レディー、ビーチパス。うわケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。この手を出られません。酒井様、檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。
これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか、持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。